宝スチール。宝スチールは日本で生産、調教された競争場、繁殖品場である。1986年のマイルチャンピオンシップの優勝場。その他の主な価値案にクイーンカップや関屋記念などがある。1986年の最優秀5歳以上品場。兄に1983年のラジオ単派賞価値馬、梅の新王。 弟に1988年のラジオ、単派小価値馬宝フラッシュ、妹に1989年のテレビ、東京賞3歳牝馬ステークス2着宝スマイルが、いる。なお、バレエは、旧表記、数え年で統一する。半兄にメ3馬ミスター CB に3歳児ながら、勝利し、ラジオ単派小価値もある梅の神王を持つ、決闘背景を持ち、玉見で、 大賀賞などを制した、坂本栄三郎を旧社に入球した。デビューは1984年7月7日、初夏の札幌ダート1000メートルの新馬戦で、花さながら勝利しデビュー戦を飾った。しかし、続く、札幌三歳ステークスは14着と惨敗。クローバー賞でも4着に敗れ、2位、梅野新王の不法を挟んで迎えた函館三歳ステークスでは、 後に天敵とも言うべき存在となるエルプスと初の対戦。エルプスが逃げ切り価値を収めるのとは裏腹に6着に敗退した。それでも、北海道から戻った初戦のサフラン賞で金差の2着、続く400万下条件戦で2勝目を挙げ、テレビ、東京賞3歳牝馬ステークスでは、後方で届かない人気馬を尻目に、行位からよく伸びた者の,の前走しがり負けで大きく。 人気を落としていたエルプスの逃げに届かず2着に終わった。7月にデビューし3歳児だけで7戦したものの、休養ではなく、前奏より中2週で、新春開催の品は限定オープンから始動。デビュー後発の一番人気に応え3馬身以上の差を、後続につけ解消。続く、クイーンカップでも一番人気に押され、その人気に応え連勝で、初の重賞制覇を果たした。 しかし続く四歳品馬特別、西。本番でも有力視される強豪馬が揃った中で一番人気に押されたものの、直線で前を行くエルプスと接触したこともあり、伸びきれず三着。三度エルプスに破れる結果となった。そして迎えた本番の大歌賞。エルプスが極端な客室ということもあってか僅差で、エルプスを抑え一番人気に押された。しかし、主戦であった。 佐藤義勝は障害レースの落馬により稲葉的海に乗り換えはという不安要素を抱えてレースを迎えた。その不安は的中し、スタートの際に足をゲートにぶつけてしまった。なんとか好意につけ、レースを進めたもののゲートにぶつけた影響もあったのか、直線手前手応えがなくなり、エルプスが逃げ切る中で十五着と惨敗に終わった。大賀賞の惨敗により、 宝スチールは、優秀品場を回避し、短距離路線に方向性を定めた。しかし今とは違い当時は、NHK マイルカップなどの4歳短距離路線が整備されておらず、事実上の4歳、GI 戦線からの脱落を意味するものであった。1400メートルのオープン戦である、勝負特別に、田村真三の機場で出走し勝利すると、続いて、 同じく1400メートルのオープンと区別であるカーネーションカップも中島刑事の機場で2馬身突き放しに連勝。なお中島はこの時点で末期の肝臓んに侵されており、翌月に急性してしまったこともあり、これが生涯最後の勝利となった。初の小馬との対戦となった新潟のスプリント戦である BSN 杯では一番人気に押されたものの、 最低人気の桜シンボリの大掛け肉詞に屈し2着。それでも、自走の関屋記念では、小バの骨のあるメンバーが揃う中で、ハイペースを後位から押し切って人気に応え解消。秋初戦に選んだのは、KO 杯オータムハンデキャップ。大賀商馬エルプスも出走してきたが、前走での小バ相手の改装とエルプスの、優秀品馬惨敗の影響もあってか、 エルプスを抑え一番人気に押された。しかしエルプスが高タイムで逃げ切る中、後位から直線中ばで失速。エルプスとは最後の対戦になったが、一度も先着できないままであった。その後、ヒンバ東京タイムズ杯は二番人気で三着、ダービー強チャレンジトロフィーは二番人気で15着と、短距離戦線でコバに混じって戦ったが勝ち切れず四歳シーズンを終えた。 明け5歳の初戦は、デビュー以来で2ヶ月という最長のレース間隔を空けて、臨んだ、東京新聞杯だったが7着。続く、スプリンターズステークス、当時議員3着、k 応杯スプリングカップ2着と勝ちきれないまま迎えた、安田記念。日本ピロウイナーが引退したこともあり、混戦が予想され4番人気と、穴人気にはなったもののギャロップダイナから約2秒、離された7に終わる。 夏も休養しないまま走り続け、大崩れはしないものの2から3着と勝ちきれないレースが続いた。そして秋のマイル王に向け、田島良保と新コンビを組み、スワンステークスに出走。しかし4歳馬の日報帝王の前に完敗。安田記念以来の副賞圏外の着順である4着に終わった。そして迎えたマイルチャンピオンシップ。日報帝王が、 圧倒的な大本命の中、6番人気と安田記念同様に穴の一角の評価にとどまった。レースでは日報帝王がやや出遅れるという予想だにしない展開となったが、宝スチールはさらに後方。これまでの行為につける競馬ではなく、末足にかける先方に出て4コーナーから、日報帝王と共に徐々に進出。内でもたつく日報帝王を尻目に、外から鋭く伸び、 直線抜け出した。最後は、日報帝王と、ロングハヤブサのモ追ツをしのぎ切り、悲願の GI 制覇。1984年に、グレード制が導入されて以降、初のオスメス混合 GI での頻馬による、GI 制覇であった。また、この実績が評価され、優秀詳細優秀5歳以上頻馬に選ばれた。翌年も、現役を続行したものの4戦して、未勝利に終わり、 k 応杯スプリングカップを最後に現役を引退。3歳から休養らしい休養も与えられないまま1ヶ月1戦のペースで32戦走り続けたが、故障もな、除血というにふさわしい丈夫な馬であった。引退後は、生まれ故郷の鈴木実る牧場で繁殖入り。初年度と2年目は三区を残したものの、その後は2年連続で流産。 1992年にダンシングブレイブと交配され、受胎が確認されたものの8月初旬に体調が急変し8月15日に息を引き取った。なお、死後の解剖から乱巣に悪性腫瘍が広がっていることが確認されており、死因もそれであることが確認された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。